はい、スターオーシャン、じゃあセカンドストーリーがあるやっていきたいと思います。体験版をねプレイして製品版も買うぞ買うぞと言っていて、やっと購入したのでちょっとやっていきたいと思います。ストーリー的な体験版の続きからですね、9月19日、結構前ですね。大丈夫、覚えてる？大丈夫。3人目の素敵ウーマンな彼女が仲間になってくれたところで終わったかなと。そう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 。あ、特典アイテムいただきました。ありがとうございます。はい、あ、いいね。じゃあ装備しましょうか。これね、あ、待って、だいぶ強くない？いいの？こんな強いものをもらってしまっていいのかしら。なんかちょっとなんかズルな気もする。やっぱ待って、プラス118はちょっと強すぎません？まあいいか。まあ得点ですから。うん。そう、ここ出たら体験版ここまでですよって言われたんだよね。ああ、良いですね、やっぱね。あ、良い良い良い。あ、やだ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 。ちょっと敵多くないですか、ちょっと。なんで多いって。ちょっと待って、あのね、違うの、今ね、設定とか開きたいの。オプションですね。サウンドの方は、これ全部10なんだね。オッケー。大丈夫ですかね、小さいくはないかな。大丈夫ね。よし、行きます。まあ、戦ってもいいんですけどね。全然いいんですけど。とりあえず、我々は、あれ待って、地図は？あったあったあった。今いろいろ出てるな。ちょっとそれはとりあえず後にして、城に行けばいいのね。トラベルします。便利すぎる。待って、我々今何してたんだっけ。みんななんか会話して、クリークに行くの。後ろに戻ってくるのは間違いだったかもしれない。受付をしてくださいって言われた。違うんだよな。みんなに今何が出た。クリークからエル大陸に向かおう。クリークね、オッケー。クリックってどこ？あ、思い出した。思い出した思い出した。そもそもこの町からそう違うとこに出ようとしてたんだよね。そう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 、思い出しました。よかったよかった。で、なんかこのスターオーシャンシリーズって、まあ、あんま詳しくはないんですけど、なんか特定の子を仲間にしたら特定の子は仲間になりませんみたいなシステムが多分存在するんだよね、聞いた話だと。私絶対に仲間にしたい人がいて、あの女性なんですけど、その人を絶対仲間にするべくちょっとやっていきたい。地図希望、こんなんあるんだ。へぇ。ほん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 。久々だからさ、ほんほんほんとか言って。とりあえずこっち出てみます。こんにちは。最近地震が多いと思わないかい？大変ですね。ひと事すぎる。大変ですね。これでいいのかな。クリックはこの大陸の北の方角ね。オッケー。ちょっと一発練習で戦うか。久々だし。うん。まあでもテイルズはやってますから大丈夫。バトル中の一時停止。はい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 。なるほどね。うん、こういうことね。
対多数以上。はいはいはい。早くない、みんな倒すの。ありがとうね、うん、私の出る幕はなかったです。うん、やっぱいいな、なんかこの綺麗なさフィールドをさ、ドットのキャラが走ってるのが本当に良いですね。とりあえずね、物語的にはまだ全然そんなね、何か進んでるわけではないから、あーそう、こう2が出るまでに1をやっとこうと思ったんだけど、そう1ね動画1個撮って2個目撮って動画が破損してそれ以降上げてないなよくない。ね、その、あの、いた場所にブーンって湧くのやめてくれない？ちょっと本当に、え、北の方角だよね、あの地図さ地図出せないの？出せるよね絶対。でもないんだよな地図ってボタンは。あった、あったし、そういうことね。どっちだ、ブンブン、え、ちょっと待って、今向かっている、うーわ最低だわ、いつの間に、痛い痛い痛い、痛ってえなよし、おめでとう、はい、違うのよ、あっちか北って、ああそうなんだ、私が思ってた方角と違ったという、ね、こっちですね、はい、何度かたどり着きたいですね今回中にね。うん、やっぱの仲間になる人のあれはさすがにそう何か見ないと厳しいのかな、うん、ちょっと不安です。本当にこっちえ、もうそっちってなってるもんな、随分広いですねこの世界。まあでも一回行った場所にはさピーって帰れるってことを考えたら、まあそれは遠い方がいいよね。よいしょよいしょ、今美女が好みの人はもう問答無用で仲間にするんだけど言い方ね、いや何さんか分かんないからさ、あのパッケージとプロモーションの映像を見た時に、あ、この人好きだなって思った人がいて、なんか金髪の、ね、待って、後ろだったかな今、そうだった、てか待って、そっか、武器が鬼強いから余裕で倒しちゃうんだ、なるほど、ありがとう購入特典ありがとう、予約とかしてないけどじゃあ全然戦っていってもいいかもね、最近ボコボコにしていきたいぐらいのスタンスもある。うん、まあでもまあ動画ですからね、サクサクいきますよ。個人的にやったらこれ多分ね全部倒していくよ、おらおらおらって。あ、いいね、釣りできるよ、する、はい、来てる、はい、おお、ブラックロ、ブラックロータス、はい、やったわ、これブンブン湧くじゃん、ブンブン。私あるあるなんですけど、 RPG やるときにやっぱりね敵と戦わなさすぎて後半地獄を見るっていう、うん、まああれもありますけど、まあ、進みますあそこかな、なんか見えてきたね、あそこっぽいね、
よかった、無事たどり着けて。うん、おら突然喧嘩売る。うえ、なにこれ、いやー、キモーい。おら、なんかすごく多分有名なキャラクターだと思うんだけど、なんかヘビなのか竜なのかわかんないのをなんか2つ首につけてる、首っていうか肩につけてる子をなんか仲間にしてはいけませんって見たんだよね。そして私が欲しい子は入りませんみたいな、みたいな。どっちもなんか全員はできないのかな、やっぱりそういうゲームなんだよね。でもね、着きましたよ、クリック。今メタの船が来てるよ。へー、宿屋行く。とりあえず休みたいお年頃よ。あ、安い、いいね。やっぱ田舎っていいよね、素晴らしい、本当にありがとうございます。たった100円、100円じゃないわ、30円で。よし、とりあえず港に行けばいいのかな。ソーサリーグローブがエルリアに落ちてからもうどのぐらい経ったのかしら。もうちょっと私は詳しくないですけど、その辺。この子服かわいいよな。それが素晴らしいよね、誰とでも謁見してくれるよって。結構神対応じゃない。え、アイスクリームはいかが、買うわ。HP20% 回復。5個ぐらい買っといたら、ね、アイスクリームなんていくらあってもいいですよ。バニラアイスにすればよかったかな。もういっか。はい、どうも。なんか怒ってる人いる？何怒ってんの？何、感じ悪くない？始末するよ。本当に。この船に乗るのは不安ですね。何があったの？船に乗りたいのか？ならば通行証を持ってこい。通行証ってこれのことですか？おお、驚いた。立派に本物じゃねえか。本物じゃないのを持ってくる人がいるってことよね。治安悪いわね。当たり前じゃないですか、王様からもらってきたんだから。へえ、あんたら見た目によらずすごいんだな。ところで、いつ出発するんですか？ああ、2月見終わり次第出発できるぜ。じゃあ、すぐですね。お？よくわかんねえな。まあ、待っててやるから、街の中でも見てきたらどうだい？え、どういうこと？この人何なんですか？ねえ。時間があるみたいだし、そこのベンチで少し休みましょう。なに、あの子供許さないわよ。私びっくりしましたわ。レナ大丈夫ですの？ね、びっくりしたよね、セリーヌさん、わかる。うん、平気。びっくりした。ね、金取られてない？まったく、最近の子供は謝りもせずに行っちゃうんだな。どうしたんだい、レナ。あれ、財布がない。なんだって？本当ですの？きっとさっきの子供の仕業だ。わからない、どこかで落としたかもしれないし。でも本当に今の坊やが盗んだのなら、お仕置きしないといけませんわね。そうね、本当に悪いけど探して確かめないと。どんな子だったかな。小柄の男の子で髪は青かった気がする。確かにそんな感じでしたわね。とにかく町の中を探してみよう。いや、もうほんと許さない。ど
こ行ったな、あのガキ。なんで向こうがびっくりマークついてるの？あっち行ったの？この人もそれで怒ってんじゃないの？違うんだ。あんたたち知らない？ケティル。ケティル。酒蔵のところで遊んでることが、友達いないのね。なるほど、分かった。ありがとう。いや、友達いないからって私優しくしないわよ。本当に悪いけど。一発引っ叩かないとね、ちょっと。さーて、やっと捕まえたぞ。何するんだよ、話せよ。その前に、僕らから盗んだ財布を返してくれるかな。何のことだよ。知らないよ、財布なんて。本当か？嘘はついていないだろうな。クロード、別にあなたが知らないならいいの。でも知っているなら教えてほしいんだ。レナ優しいね。私たちはね、お金がないと旅が続けられないの。どこかでお財布が落ちているのを見なかったかな。え、たったのあれっぽっちで旅してんの？おいクソガキ、やっぱりお前。ダメよクロード、そんなに怖い顔しちゃ。怒らないから教えて。お金を盗んでどうするつもりだったの？欲しいものでも何かあった？欲しいものがあれば何でも買ってもらえるよ。は？じゃあどうして？みんなをびっくりさせてやろうと思ったんだ。え？僕は何もできない金持ちの子供なんかじゃない。何だってできる海の男なんだって分かってほしかったんだ。それで僕らから財布を取ったのかい？ちょっとやることが間違ってるわよね。でもみんなが僕のことをお高く泊まった金持ちの息子って遊んでくれないから。まいったね。そういうことだったの。それでこの坊やはどうします？とりあえず財布は返してもらおうかな。あとプラスでなんか3万円ぐらいいただいてもいいかしらって。はい、ごめんなさい。さてどうしよう。そうだ、このことは許してやるから、代わりに船が出るまでの間、僕たちにクリクの町を案内してくれないかな。え？知らない町は、その町をよく知っている人に案内してもらうのが一番だろ。そうね、クロード。もう、甘いんですから。わかるの、セリーヌさん。セリーヌさんと意見が同意すぎる。頼めないかな。ああ、やらせてよ。やってみたい。私はレナって言うんだけど、君の名前は？ケティルって言うんだ。私はセリーヌですわ。僕はクロードだ。よろしくな、ケティル。じゃあケティル、町を案内してくれるかな？うん、任せてよ。え？あ、ついてくるのね。うん、揺れた。うん、分からなかったけど。そうだお姉ちゃん。何ケティル、ここは噴水広場って言うんだよ、知っていた？あ、知らないふりしてあげるかね。それじゃちょっと聞いてよ。噴水広場はみんなの広場で、レストラン、洋服屋さん、いろいろなお店があるんだよ。へえ、そうなの。ケティルが友達と遊んでいる広場なんだね。やばい、それ地雷じゃない？大丈夫？え、あの、ほら地雷だよ。それより案内したんだからどこかに連れてってよ。やばいよね。結構やばめだよね。クレープ食わねえか。
嘘でしょ。仕方ないわね。僕自分で買うよ。あ、いや、レナ、ここはね、違う、逆にこの子におごらせるという手もあるわよ。うん。マジ？これ本当にお金取られる？取られたのかな、お金。どうなんだろう。わかんないね。さっき買いました、アイスクリームは。はい。ね、ケティルめっちゃ食うじゃん。マジケティルめっちゃ食うね。まあでもこの街の雰囲気は素敵よね。パッと見ね。やばい、あっち向いてる。やばいやばい。ねえ君たち、ケティルと一緒に遊んでくれないかな。ケティルと？お金持ちのうちのことは遊びたくないな。何、どういうこと？貧乏人と遊ぶってこと？どういうつもりなの女の子。そんなの理由になってないじゃないか。結構感じ悪いわね、あの女の子。だってうちの母ちゃんが言ってたぜ、金持ちの家の子と遊ぶんじゃないって。あ、もうダメ、親が終わってる。そう、うちのママも言ってたよ。そんなの遊んでいる時に関係あるの？ケティルはずっとみんなと遊びたいと思っていたんだ。その気持ちの方が大切じゃないかな。ケティル、本当に僕たちと遊びたいの？うん。じゃあ遊びましょうよ。本当は私、一緒に遊んでみたかったんだもん。あら、女の子、ごめんね、さっきちょっと冷たいこと言って。親ね、ちょっと親呼んできてもらってもいい？うん、ちょっと2時間ぐらいトークするよと思うから。うん。僕も、ケティルがどんなやつか気になってたんだ。男の子。よし、決まり。ケティル、遊んでこい。でも、お兄ちゃんたち。いいのよ、私たちは船に乗らなきゃいけないし。ありがとう。ケティル、こっちこっち。わーいわーい。何が面白いんだろう。やっぱり子供はみんなで遊んでるのが一番だもんな。後ろの人もどうにかした方がいいんじゃない？ちょっとずっと怒ってるけど。クロードって優しいのね。本当ね、見直しましたわ。そうでもないよ。それより僕たちの方はどうなったのかな。行ってみましょうか。そうね、いい加減乗りたいよね。うん。お、あんたらか。もうすぐ出発できそうだぜ。本当ですか？ああ、待たせてすまなかったな。しかし最後に荷物を一つ入れたいんで、あんたらも最終的な荷物のチェックと買い出しをしてくるといいだろう。わかりました。優しい、買い出し行くチャンスくれるの？なんていい人なの。そうね。まあ、リザレクトボトルはちょっと買った方がいいんじゃないかなって。これちょこちょこ揺れてんの？何？治安大丈夫？あれは？どこで魚釣れそうって言ったの今？ここ？そんなわけないよね。めっちゃ揺れてんじゃん。また？嘘でしょ。早々逃げていったわ、料理人の人。高いところへ行かなくちゃ。高いところってどこよ。うわ、崩れていってる、怖っ。 B 級ホラー映画じゃないんだからさ。おちょっと大丈夫、皆さん大丈夫ですか？逃げてください、早く。おじい、最悪。
おじいさん大丈夫かしら。おじいさん待って、おじいさんだけど、さっき女性は何してるの、あなた。あっち行きな、何やってんの。ちょっとちょっと、マジ。なになになに、うわ沈んじゃった。で子供たちは大丈夫ないよね。何故、うん、直下型じゃないのか。いやまあおしまいっていう気持ちはわからんでもないな。あ、いるじゃん。よかったよかった。嘘だろ、それはやめてよ。ちょっと一人は見つかった、でもあとの一人は分かんない。そう、だって女の子じゃない、だって男の子後ろにいるもん。お母さんは無事？奥様は地震が来る前にクリックを出ているので、おそらくご無事かと思われますが。ならよかったわ。お姉ちゃん。何？お姉ちゃんも助かってよかった、ありがとうね。ちょっと聞いて大丈夫キッズ。女の子心配ね、ちょっと大丈夫かしら。え、あのおじいさんどうしたの、大丈夫？この辺にいる？いないわね。よかった、船長さん無事だったんですね。ああ、奇跡もいいところだぜ。うわ、他の乗組員は全滅だ。あそこでうろうろしてるあいつを除いてな。私も驚きましたよ。奇妙な風と地面の鳴動を感じたものですから。あの、これからどうするつもりですか？船がなくなっちまったからな、何もできねえよ。あんたらに関して言わせてもらえるのならば、エル大陸に渡る手はないでもないがな。本当ですか？とりあえずクロス王の通行証をお返ししとこう。あんたらはそのクロス王の通行証を持ってラクール大陸を目指せ。ラクール大陸、そしてラクール王の許可を取ればエル大陸行きの船も出してもらえるだろう。ラクール大陸、ちょっと遠回りだが焦らずに行ってもらいたい。ラクール大陸に渡るにはクロス大陸の東の端にあるハーリーという港町に行けばいい。ハーリーですね。だがハーリーに行くまでにマーズという村がある。クリクではもう休めないから、マーズでもう一度旅支度を整えるのがよかろう。マーズですか？しかしこんなことになってもまだエルに行こうってのかい？もの好きだね、あんたらも。マーズね、じゃあマーズ行きましょう。あー、クレープ屋買ってあげればよかったわね、もっとね。ごめんね。てっきり船旅になると思ったのにね。うん、いや、ずいぶんよ、これ。どう行けばいいんでしょうね。敵が多いですけど、アイテム買いたいなって言ったらこれだもんね。おお、なんて読むんでしょうね。レベル上がりましたよ。いいことですね。向こう回りに行けばいいってこと？地図でかくしてみようか。あっちだね。
いやでもね、このワールドマップマジでこうめっちゃうろうろする感じ、久しぶりって感じ。まあテイルズでやってますけど、それ以外だとマジで久しぶりだな。ここ渡ればいいんだよね。ただなんかあの女の子も無理だったのかしら。悲しいわね、なんかそれが悲しい私。しかもなんか結構私あの女の子に冷たいことを言ってしまったからなんか後味悪いよな。とてつもなく悪いよ俺。もうでも近いですよ。とりあえずのマーズとやらにたどり着いたら今回終わりましょうか、ね、ちょうどいい具合ですよね。あっちか、なるほど。ごめんなさいね、敵さんたち、あの全無視しちゃって本当に。マーズ見えてきたらちょっと戦ってもいいんだけどね。もうこの辺だと思うんだけどな。マーズっていい名前ね。セーラーマーズが好きだからとかいう理由で言っちゃったけど、まあ戦っとこうかな一発ね。敵ですわね。おらおらおら、超余裕って感じ。うん、経験値少なくないですか。来た、ここだ。まずめっちゃブンブンってる。入っちゃおっかね。多分宿屋とか行けばあれだよね。え、なんか怖い雰囲気の村じゃない、なんかね。ではですね、ちょうどセールもあったので、今回一旦この辺で終わりたいと思います。良きですね。なんかこう、ラストまで走り抜けたいなと思います。はい、ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。